エオですということでね今日はまあ別にね何かあるってわけじゃないんですが告知ということでね、えー、と獅子口レオのアドベントカレンダーをやろうと思うので、えー、と12月1日からね25日まで毎日投稿する予定なので是非遊びに来てくださいそしてチャンネル登録お願いしますということでしたまあそれだけなんだけど、まあうん、ちょっと一応ね25日までなので25個ネタを用意しないといけないじゃいけない 皆さんのね提案があればちょっと枠がねまだ埋まりきってないので教えてください一応予定としてはねまず去年と同じ感じでねやっぱりあのレオはちょっとカテゴリーごとにね1点などあのベスコスだからベストねあのねコスメ1つ絞る必要があるんだけど。 ちょそれもでできないので多分なんかあのベスコスってでもなんか1年間何例えばファンデーションだったらファンデーションこれだけ加入して一、まあ、つ一つはこんな感じで最終的にベスコスはこれでしたみたいな動画をねカテゴリーごとにやっていけたらなと思っております。ああとはね、あのーまあ 動画でちょっと触れたかもしれないんですがまああのレオが好きなねフーミーとか RMK とかスナイロビューリーとかあのアジェクションとかの,あの1年間通してねあの商品展開というかあ今年は春これだったね秋これだったねみたいな <laughs> あの振り返りとかしようかなと思っておりますこちらね海外コスメも今年まあ円安になってからねあんま買ってないけどあの 結構ね購入というか輸入をしているので店長、まあ、がねコスメをね紹介してくれるんじゃないですか。で、ね、<laughs> そしてねもちろんやっぱり半ニャさんもいらっしゃると思いますので今年のね残念だった半ニャコスメがねあの皆さん見られるかもしれません。あと考えてるのはそうだなメイク動画とかやっぱホリデールックのねあの動画とかあとはあのギフトとか。 あのこうやっぱなんていうの自分へのご褒美とか友達にあげる用のねなんかあのそういうギフトチョイスみたいな動画をよく海外の人がやってるのをやってみようかなと思ったりあとはなんかね昔は結構外ろ 1>, 1回だけかなあの外ロケをねっつったのでたまにはなんかお買い物動画もいいかなと思ってますそしてあのダブルリやってねあのなんだっけな既存既なんだっけ既存なんとか探偵レオみたいなのをね昔やった気がするんだよねまあ内容としてはね既存商品でいいって言われてるやつを。 まあ、買ってみて実際どうなのみたいな動画を昔出したんだけどそういうのとかまあいろいろ案はねあるんだけど皆さんがねどういう動画をね見たいか気になりますので是非ねあの教えてくださいそしてまあ25本あるのでね結構取り溜めしないといけないなと思ってるんだけどもうね このイントロに非常に時間がかかっておりましてもう10秒にねかなりのアニメーションを入れようと思っていて、まあ、こちら今ね流してるやつもちょっとね試作品っていう感じなんであのこんなようなね動画ができると思います。そうだね、まあ、年末もあの春 年末は年末でね1月発売コスメであの春の、ね、新作とかもね話していけたらいいなと思います。質問コーナーもねいつもあの年始でね豊富としてやってるので。 まあ質問コーナーは今回はやらないかなと思いますがなんかあの皆さんでねこういう動画見たいよとかっていう話があれば教えてくださいそしてねまあこの動画とは関係ないんですが今ね考えているのがあの前にねイラスト集出してくださいみたいなコメントがねちょっとだけ来た時もあってでまあイラスト集っちゃイラスト集だけど何ていうのその なん,かなんかねあの物理的な冊子を作りたいなと思っていてまあ実現するかどうか分からないんですがな,、まあ、なんかあのー、ちょっとメイクの。 メイク記事とかなんか殿堂入りコスメ紹介とかあと普通に書き下ろしでねいっぱいイラスト描いてたやつを販売したいなとは思ってるんだけどただねそんなね自由があるわけじゃないから、まあ、来年ねもう少しファンが増えたらそんなことをやってみようかなと思います。うーん <laughs> なんかねあんまそそな本当はなんかラジオ風になんか他の話もしようかなと思ったんだけど今どこないねあのとにかくあのこの獅子口玲緒のアドベントカレンダーやりますので、えー、と12月1日から、ね、25日まであの楽しんでくださいっていう感じかな。 何パターンか作ってねあのクリスマスに近づくごとに何かちょっとクリスマス感が増すようなアニメーションを作ろうと思ってるんだけどちょっと作業量が半端なくてねあのできるかどうか分かんないんだけどあのなんか毎日イントロをね楽しみにしていただけたらいいなとかと思っていろいろやってます。 今年というか今日あの情報公開されたあのアディキションにちょっとねなんかすっごいあなんかね当たり前のなんか普通のコレクションではあるんだけどなんかシングルのマット2色がねどっちもなんかちょっと可愛くてなんかありがちなカラーなんだけどレオはなんかアディキションのフォーミュラでああ言ったカラー欲しいなと思ってそれが気になってるのとあとはスックのねグロスにずーっとね心惹かれていてなんか美容液系のものなんだけど是非ねあの あのファッションプレスとかあとはフォーチュとかマキ,マキアとかね美的のインスタグラムのアカウントでねあのやってるので見てほしいあと RMK ね RMK はレオンの大好きなザ・リップカラーのマットタイプがねなんか十何色出るみたいでそれまでにちょっとザ・リップカラーのコレクションを増やしていきたいなと思ってるんだけど今何色あるんだっけえっ、ー、と1234567色か。 からちょっと10色ぐらいかなんかね今年買っておきたいなと思ってます。あとはそうだなうんとバイレー・レイルを試してみたくて。あの <laughs> あんまりねレビュー見かけないんだけどバイレード、ね、のメイクね試したことある人はねフォーミューラとか教えてください。量が気になってるのはあのアイシャドウとかじゃなくてあのマルチスティックのなんかパープルっぽいディ,ィーイなフォーミューラのやつを気になってるのでそれをね買ってみようかなと思います。あとあのナーズのねあのマットリップスティックのちょっともう色追加したいし、まあ、キスもねなんかあの限定色が寝、ね、てるみたいなねリップアーマーのね。 それも気になってますあと RMK 戻るけどもうあのやっぱね春って結構シンプルなコレクションになるんだけどあのシングル3色とあとなんかリキッドタイプのねあのオレンジ系イエロー系がすっごい可愛くて全部買っちゃいそうなのよねリップの、ね、ザーリップカラーもマットなその現地色が出るみたいだしちょっとなんか普通のザー イップカラーの限定色が出ないの残念だけどちょっとマットのフォーメが気になるなと思ってますあとね地味にねアイライナーもねアルミ系いいからそのね限定色の黄色がすっごい気になってるしプラスあのレオ4色中2色持ってるんだけどあと2色もね購入したいなと思ってますなんかね途中からなんか春こそへの話になってしまいましたがもう一度言いますえー、っとシジクチレゾーのアドベントカレーダー毎日投稿十12月1日から25日までしますのでぜひ見てってくれよな以上だ